さあそれでディズニー問題ですよチケット問題いやあの行くのは全然はい全然んか平子さん行ったんでしょもう昨日行ってきたばっかよ C 昨日 ?C ね10月の後半にランド行ってで昨日 C 行って1か月半ぐらいかなの期間でガンガン行ってからうちは2か月に1回ペースぐらいで行ってんのかな ランド C。昨日 C。昨日は C。じゃランドか。まあまあまあ、俺、俺の家族に合わせる必要はないけど、ほら、俺、あの、小さいこと言ってるから、あの、身長制限のある乗り物は一切乗れてないの。あ、そっか。そう。そっか、そっか。そういうのもあるしね。センターオブジアースとかって。な、乗れない、乗れない。乗れない、乗れない。ニンディ・ージョーンズも乗れないし。うわ身長が115センチか117とかだったかな。全然、うちの長男も身長足りてないから。そうか。そう。 いやまあでもこのチケットほらまあタンプで僕があげたやつですからヒロさんがどうするかは決めてくださいとりあえず2枚はいっていうことですうんいやえお俺があ誰と行くかすらもまあまあでももう委ねますよそんあのもしなんかあるなんか社会的なプレゼントとしてはそのアルコピース10周年記念 <laughs>、はい、みたいな感じでディズニーランドに行ってもいいんじゃないかっていう、うん、ことだったじゃん一応、はい、前々言ってたのがうん、うん 誰と行こうかな。いや、もう悩む、悩むんですか。えいや、任せ、まあ任せますけど、それ。おめえと行くよ。聞こえない。おめえと行く。聞こえない。おめえと行くよし,しゃーと。<う> <laughs> <laughs> なんかやったことはないね、いや、うーん。平日がいいよね。 行き、ね、たしそうですね平日うん、うん、いやでも今 <laughs> 今どうなんですかねクリスマスシーズンいやでも平日はそんなにただ本当にクリスマスの本当にクリスマスってなったら混、うん、み合いもあると思うけど、うん、あの平日はそれほど、まあ、休日とかねその明けの月曜日とか混んでる時もあるけど、うん、まあ平日普通にね昨日は水曜日か水曜日とかだったらです、ね、空い,て空いてるんですか今まあまあでも人はいるけど,ど そんなにあの、めちゃ混みってわけじゃないと思うだよ。だって来週、この再来週はもう多分。クリスマス終わっちゃうじゃん。クリスマス過ぎたら。そもそも。終わったら大丈夫なんですかクリスマス過ぎたら。何が混み具合っていうか。いや、でも土日はだってな、ね、イベントがどの子のよりも土日はさすがに混むから。みんな休みだもんね。うん。で、へあの、入るじゃん。冬の休みに。ね。冬休みそう。20日過ぎかな入んのが。 だ行けたらそれまでに行けるのが一番いい。それまでの平日で行けるのがい,いかな、来週。来週なんかちょっとバタバタしてるよね。うん、いや、俺無理だな。来週。来え来週はここか。もう来週か再来週あここ。あ、そっか来週来週か再来週。2週のどっかの平日になったら行けるんじゃないの二<ー>人とも休みの日はあるんじゃないあるね。前々から調べといてね。うん、あ,あもう行きましょうよ、じゃあ。うん、来週、再来週で。 開演ですよね。8時半とか8時でしょう。<laughs> 開演で行くいや、どこにないですかゴリゴリで行く <laughs> いや、例えばそのファストパスとかね、その狙い目があって、<お>って言うならまだわかるしね。それもうなずけるよ。計画の一つとしては全然正しい。うん。俺は全然びっくりしないよ。悪いけど。開演これとかでも楽しめる。ただ開園で で、うん、早めに帰るっていうスタイルか、<ー>それともちょっとゆっくりめに行って夜遅くまでいるか、それとも開沿から閉原まで行く、うん、もうガチガチゴリのストロングで、うんうん、もあるし、うん、どっちがいいんだろうな。うん、だから何をしたいかよ結局は。うん、パーク本当にアトラクション巡りたいって言うんだったら、うん、ストロングでも行くべきだし。うん あとはまあその雰囲気だったり夜のね夜景とかクリスマスシーズンだから、うん、夜綺麗だよねってそれをメインで見たいよね、うん、写真に収めたいよねって言うんだったら、うん、まあその多少ゆっくりめでもいいしいいと思うしね何をしたいかよまあだからでもアルコンドピースの10周年を祝いたいっすよねガチで誰に誰 2> 2で<ー>俺は平子さんを祝いたいし、うん、そう思ってもらいたいし俺も再会を祝いたいっていうね、うん、ディズニーランドで だからストロングスタイルじゃないですかいや10時、うん、でパレード見て、うんうん、それはいいんだけどご飯食べてそもそもがこれコンビで2人でディズニーランド行くってことがもうストロングだからねまあね、うん、ストロングストロングですからアルティメット <laughs> アルティメットスタイル いや、止まる止まるのいや止まるわねちょっと金もかかるでしょ 2>、ねうん、でう2日間まるまる休みでじゃあ翌日 C 行きましょうってなんねえだろうーそうだないやでも綺麗よ本当にいいんじゃないですかだから8時8時半分かんないけど、うん、え家族席行く時何時に行くんですかだいたい家を10時に出るぐらいかなああ<ー>うん でも俺ら結構平演ぐらいまで行ったりするから。じゃとりあえず最後までの。うん、そっか。まあ、でもせっかくだしね、こんな機会ないと思います。まあまあまあね。うん、ただ、俺が嫌なのは、俺はほら、ディズニーランド結構行ってるから、<coughs> うん、その時間帯長くて、毎回長いしね、いつも行ったら。うん、行ったらもうやっぱり早めに帰ろうって言っても結局長くなっちゃうのよ。八、うん、8時半に設定することによって、酒井が直前で、早い、うん、エんドくせえなって思われるのはすげえ嫌だ。 それはあるかもしんない。だとしたら楽しいって思える時間帯に来てほしい。うーん、1時半ですね、それ。1>, <laughs> 1時半舞いですね。じゃあ1時じゃねえの <laughs> 何その30分。30分の余分のダリーナっていう時あるじゃないですか、ね。おや、それだって1時半っつって俺ごめんなさい、1時間遅刻しますっつって、解説出た右側か左側の喫茶店で時間潰したくないよ。別 <laughs> ッカーズね、別ッカーズ。<の> <laughs> だけどさこれどうなんだろう企画としてじゃないけどさこの今年このねゼロになってあのいろいろなイベントとかはやってないわけじゃんそのリスナーをねどの方うの巻き込んで前はね夏場できたけどこれどうしよう行く日とかさ決まったらさ公表してもいいのかねで 俺らは、うん、俺らが、パーク内にはいるっていう。<laughs> 隠れ歩こう。<laughs> そう。<laughs> ああ、なるほどね。いや、だけど、そこはお忍びで行きましょうよ。うん、ス,トストロングで行きましょうよ、ね。忍 <laughs> ぶの忍ぶ。楽しいと思うけどな。いけるリスナーがいて、こそこそ。 いやもうそれじゃそういうことじゃないですやっぱ10周年祝う10周年だからこそって思うけどねいや関係ないからね別にリスナーこの2人のあれはそんなにいや3年賞味3年ぐらいでしょあいつそいつらは全員関係俺らもう 10, 10年だからさ関係ないよね別にいや関係はなくはないよ知ってるのは分かるけど関係なくないお前なんだお前ご<し>めんなって言うわさっきまでお前 <laughs> ずっとお前 <laughs> お前ら一連卓上でやってたじゃない俺をガンガン刺してきたじゃねえかよ、<laughs> さっきまで。仕事ではな。<laughs> それまた別だから、この10周年アニバーサリーには。関係ないからね。バスケットカウントだからなんだかしんどい <laughs> 頭を鈍器で殴られたかのような衝撃で。<laughs> <laughs> よくも悪くも <laughs>。<laughs> 行きましょうよ、ただ。何度ね 何度と C のあもあるからねだだ。そうですね。ミラ・コスタのメッシュも。ーだから、例えば、ね、俺も昨日言ったんだけど、ダフィーに相手なら C とか、そういう考え方もあるしね。<laughs> <ー>ダフィー超かいよなら一緒に写真撮れん、ね、と撮れ並べんのよ。ダフィーマジかい本当に。いや、久保塚君みたい <laughs> 俺、あんなテンション上がんないわ。ハグしたの、ハグしあってさ。ダフィは俺のほっぺたウィーってやってくんのよ。でっけえダフィー でけえでけえ、バンナぐらいあるんじゃね<あれ> <laughs> なねえ当本ほんとほんとほんと。そんなねえだろうがいや、タッパも横も。いや、ないよ。サイズ感はほんとあるよ、ダッフィー。もうでもクリスマス仕様にはみんな乗ってるなあ、それはもちろんよ。いいなだから、乗り物でもセンター、センターオブジェアース乗りたいんだったら C だし、リンディジョンズ行きたいんだったら C だし、C もなビッグサンダーマウンテンとか、あ,あの、改装中のアトラクションも出てくるからね、それをし調べた上で、あんじゃこっち行きましょう、あっち行きましょうってあるからね。ハニーハントでも、 カチやべえな、ハニーハン。いや、ハニーハンとやばいと思うよ。やべえね。ハニーハンとこう乗ってると、うんうん、他の乗ってるこのコースターと向かい合う瞬間ってあるのよ。気づかれた時よカチやばじゃないですか。<laughs> そうだよないや、男二人ってまず、そうそういないから、うん、まずね。グループではまあたまにあるけど修、うん、学旅行生だったり。うん、この年齢で男二人ってのは、まあ俺の経験上は見かけたことはない。 でも言ったらダブルデートとかね、うん、そういういグループデートとかではあるんだろうけどそこにプラスルファ女の子だったりするじゃん 2>,、うん、2人でコンビで企画も載せずにっていうのはまあないね、うん、まあ言ったら俺がじゃあ行ってどうだかってバレ具合っていうと、うん、思った以上にコソコソは言ってる、うんうん、ああ なるほどねただみんなほらランドに来てるしみんながみんなそのほら名前とかを一致してるわけじゃないから芸人さんだよねぐらいので周りでこう言ったりしてるのは分かる自分のこと言われてるとなんかじゃあバレるなでコンビだとなおより一層そうだねであっちは腰抜かすわけじゃんコンビでコンビってなってあかカメラないそうだねそこで さっきの俺の案は、うん、リスナーを投入することによって <laughs> 安全策になる。<laughs> <laughs> カメラ代わりっていうかね。そうだなぁ。で、あれ、耳とかつけますいや、俺は基本はつけない。ああ今まではつけないね。じゃあつけましょうか。買って、もう入り口で買って。うん。パン、うん。 うん、おあ選んでねお互い似合うやつ選んでうん,うん、うん、いいんじゃないですかそれうんうんいやどうしたんですかいやいやいやまあまあまあなんかいろいろあるしっえっいろいろほら、うん、耳つけるやつだサングラスみたいなのあるじゃないですかあるね俺メガネしてるから重ねらんないけどねえなんで切れてるんですかいや切れてねえよ いや、もう。いや、耳、耳ならいいよ。まあまあ。耳と、うん、まあ。うん。ただそこでなんか悪ふざけが過ぎて、なんか、あからさまななんか大切地区になっちゃうのは嫌よ。ああ、そう、もう全然そんなんじゃないです。うん、マジで素直に、本当に、楽しみ、うん、見たいです。うん。うん。耳、だからコンタクトにしてくればサングラス別に。いや、乾燥すっからさ。いや、なんで切れてるんですかいやいや、切れてないよ。切れてないけど。うん。だから純粋に楽しいって言う、 仕様でやってくれるんだったらいいよ、全然。変に盛りましょうってってや,、はい、やってるんだったら、<あ>それはディズニーにも失礼だし。はい、俺は本当に好きだからこそ。はい、そんなんじゃないですか。もう最初に入ったら、うん、わ楽しいっていうテンションで買うんだったら自然に。帰るよ。うん、だってさ、もう、うん、すごい楽しんで、一番いいのはやっぱり、帰りの京王線で、うん、これからもよろしくな、みたいなのが一番綺麗な、あれじゃないですか。これからもよろしくな。うん またこの次の10年もまた10年後こよっかみたいなうん、うん、いいんじゃないですかそれでもシンデレラ城の前でじゃない花火夜上がるからさああ<ー>それ見て、うん、あっプロジェクションマッピングのやつやってんすかね あ、やってんじゃないま、それクリスマス仕様になってんのかどうかわかんないけど。楽いな、あれまた。うん。それ見て、で、花火上がっから、で、二人の顔が花火で照らされてさ、うん。これから10年もよろしくなって言って、えって、いや、おい、なんでもねえ。つって、したら、俺もよろしくっって、いや、聞こえてたんかいって、 ちょっとタイムテーブルみたいなざっくりちょっと作りましょうよ。えうん。タイムテーブル。まず入って。入って、まずファストパス取るじゃん。入り時間がだから8時、開演ですよね。え開演時間。どっちどっち何時結局。8時か8時半ですよ。多分時間で9時かな ?8 時半とかかなじゃ8時半。 切り八時半。なんで？ファストパス取るでしょう。メどうします？ファストパス。最初どこ行ったらいいですか？狙い目何？ハニー・ハント絶対塗りたいな。ハニー・ハントとあとはモンスターズインクだったりね。今で言うとね。モンスターズインクあれ打つやつですよね。そうそう。あの打つやつね。ああそっかそっか。あれはあの打つややつはあのトイストーリーの方ね。あトイストーリーの方があれかな。取っといた方がいいかな先に。 ババズズあれ楽しいで競い合ってちょっとテンション上がってでそれ取った後リーンで時間帯来たらもう1枚取れるじゃんそしたらハニーハントとか取ればいいあいいっすねファストパス行ってハニーハント行ってファストパスあと左回りするか右回りするかああでゴーカートも意外とよ俺3回ぐらい乗るよ息子と行くとゴーカート2人で乗るえ二2人ででしょ 乗るんだ。ですよね。え、一人ずつ乗らないでしょいや、そうどっちマジで俺らが一番、一番になる。一着。じゃこれ、ファストパス二つ取って。ファストパスな。ファストパスじゃない。ファストパス二つ取って、ゴーカートでまず一回。ゴーカートを挟んだり。うん。結構時間が空く。うん。そうそう、あの、ファストパスは、そすぐには取れない。じゃここでゴーカート行きますか。はここでゴーカート行くか、ま、ああの、あっちの、あっちのそっちの、 あの、バズのところの流れだったら、うん、あの、スターツアーズとかもあるしス、スペースマウンテンも近いし、いいね、あ,あっち行ったらこっち行ったら右サイド左サイドって行くよりは、うん、そのファストパス取ったところで近くで回った方が、うん、まあいいね。ね。ゴーカート行っときますよ、とりあえずバズのファストパス取って。うん、ゴーカートなり、うん。うん まあ,ス,ターあのスペースマウンテンなりねあスペースマウンテン行くかうんスペースマウンテン行きたい俺もしばらく乗ってないからスペース行こうスペマンンあとはショーのスペーマって言わないからスペースマウンテンショ,ショーも好きよシ,ショーのあの抽選とかねああ<ー>前で見れるかどうかっていうやつもあるしあそこにあるかうんそうそうそうあそこであ<ー>抽選して当たった当たんねえだっつって、うん、やっての、うん あと、ご飯もね、どこ行くかで全然違うから、場所によって全然違うからね。なんかおすすめあるんですか俺、いや、意外とね、俺らは結構その、行った場所でお腹空いたねーではバッと入っちゃうから、うん、だからあんま、ここ行きましょうって決めてもいいし、うん、その場でお腹空いた時にある場所でもいいしね。混、うん、み具合もあるしあ<ー>、うん。だからちょっと時間ずらした方がいいから、うん、頭のあ、朝ごはんは、うん あの舞浜の駅に入ってるニューデイズでおにぎり買うっていうのもああ、うん、いやそれはナイスわオムライスの美味しいやついやなんでオムライスのやついしい <laughs> ニューデイズのチーチキンマヨ超うまいういやうまいけどさ、うん、せっかく来たんだからさディズニーランドで食べた方がいいんじゃないですかもう一興だしねどっちもいい良さはチキンみたいなのを食てでっけえあのすんげえチキン チキン、うん、ああ<ー>。ジャングルクルーズのあの辺の。ああ、あっちの方に。ジャングルクルーズも新しくなったもんね。<laughs> あ、ジャングルクルーズ行きたいですね。ジャングルクルーズのエリアも行くよ。あ行って。ジャングルクルーズのエリアだったら。あ、カリブカリ,カリブの海賊はまあ左回りで逆だからね。そっか。最後でも逆にそっちのカリ,カリブ側から回る方式でもいいし、うん、ビッグサンダーマウンテンもね。あ,<ー>あと、スプラッシュマウンテンは外せないわけじゃん。だマウンテン系外せねえじゃん。うん。うん、マウンテン系をポイントポイントにその間をどうやって埋めていくかの作業じゃない マウンテンはじゃあコンプしましょう絶対。マウンテンコンプ。うん。マウコンって書いといマウコンね。うん。マウコン。マウコン。スペマン。スペマン。復活の呪文みてぇな。そしたら、そうだね。カリブも行きたいじゃん。カリブもいいんじゃないカリブ。あー、あとあれも。ホンテッドマンションもね、クリスマス仕様になってるから。 そ,っかそうよホーンテッドホーン,ンテッド <laughs> あとねあのハニハンもそうじゃん、うん、いやめちゃくちゃ遊べるないやめちゃくちゃよホーンテッドマンションってこむよねああでも時間帯狙い目で行けば、うん、ただ、えー、よ夜行った方が気分的な盛り上がりはあるかな、うん、ホーンテッド行ったぐらいで何時ぐらいかなこの今の今の回り方で、うん で、マウンテン関連それ全部じゃないじゃん。マウンテンの間に入れ込みたいな。うん、ホンテッドでも雰囲気出して、せめて日沈む6時以降に行きたいな。い,いね。ちょうどいいね。18時、うん、これ18時。ホンテッド。ホンテッドね。うん、マウコン。で、ビッグサンダーはまだ明るいところ、うちに回りたいな。うん、ああ。うん、そうだね。うん、じゃあ、ちょっと早めに。 行った方がいい、ね、そうだね14時ぐらいそうだろうねビッグ十14時、うん、いいんじゃないビッグ14時でビッグの近場にあるあのカレーのとこでね<え>カツカレーとか食ってもいいしそんなあんのあ,あるよあそこにうわ熱っ たまにはそこでカツカレー食うから。カカじゃあ14時半ぐらいカツカレー。うん。まあ14時。今ちょっと昼の時間帯ずらして14時。<ー>うん。<時>まあ半でもいいんじゃないなんうん。でいいんじゃないのかなコンビ名の入り時間みたいになってる <laughs> <laughs> カツカレーさん14時半。<laughs> ホンテットさん18時。<laughs> ケツの、ホンテットさんケツだから漫才なんだろうな、ね。リ <laughs> い,いらない <laughs> まだ。まだ、まだあるもんね。まだまだあるよ。 で、そっからショーとか、アイダーンショーとか、夜はね、その、プロジェクションマッピングとかも。そっか。で、あとは、もちろん、その、クリスマス仕様の飾り付けの前でね、お写真とか、う取り合いっとかもあるから、それ考えると、あっちゅうまよ。でも、最後までいけますね、これじゃあ。いや、イさんに任せようじゃあ。いけるとかじゃなくて、いっちゃうと思う。結果として。ああ<ー>。うん、そうっすね。うん。 あそこ行ってないねあそこ行っとこうかってなったらあっちうまよじゃあとりあえずまあ朝からじゃあ行ってパレードも見て帰りましょうかじゃあとりあえずねいつかね来週か再来週ぐらいにそうだね平日で時間見てよし楽しみになってきたな楽しいよよかったそんな約束されてんだよかったわ終わり